塩化彗星は周期3.3年で太陽の周りを公転する彗星である。現在知られている周期彗星の中ではパンスターズ彗星に次いで2番目に短い周期を持つ。ハレー彗星の次に周期性が確認された彗星である。1786年にピエール・メシャンが発見した。その後、1795年、1805年、1818 18年にも 確認されている。そして1822年にヨハン・フランツ・エンケの軌道計算によりこれらの彗星が同一の周期3.3年の彗星であることが確認され、そこでこの彗星をエンケ彗星と呼ぶようになった。エンケ彗星は、円日点距離が約4.0天文単位であり、木星の接動の影響を強く受ける。そのため、後天周期は、 木星の公転周期とほぼ7-2の軌道共鳴関係になっている。円形彗星は、オウシザ流星群の母彗星と考えられている。過去に、円形彗星やオウシザ流星群の流星体と同じような軌道を持っていたと考えられる、小惑星や小流星群の流星体が知られている。これらを総称して、オウシザ流星群複合体と呼んでいる。 これらは2から3万年前に崩壊した、はるかに大きい彗星の名残だとする説が唱えられている。また、ツングースカ大爆発の原因はこの彗星の破片が引き起こしたものではないかと唱える意見も存在する。軌道周回期間は徐々に早くなっていることが確認されている。これは、核から放出されるダストやイオンの放出が徐々に大きくなり、 ジェット効果が強まっているのではと見る声もある。演実点に至るまで年中観測が可能になったため1970年の検出を最後に旧カリフ号が与えられなくなった。当時このような扱いを受けた周期彗星はシュワスマン・ワハマン第一彗星など一部の延期度の彗星に限られていた。1995年に周期彗星の検出の定義が変更されたため、 現在では原則として、周期彗星が回帰しても、円期彗星と同様に認識符号は付与されない。ありがとうございます。